ただいまから、令和5年安全功労者内閣総理大臣表彰式を行います。はじめに表彰状の授与を行います。岸田総理、円卓の方へお願いいたします。まず、交通安全部門の表彰を行います。飯高賢治殿、門脇高安殿、 小山和義殿、竹山宏殿、中村和久殿、中本克行殿、宮本康一殿、湖西市交通指導隊殿、読谷村交通安全友の会殿、 なお竹広敏夫様橋本則之様は本日所要のためご欠席です以上を代表して飯高賢治殿え表彰状飯高賢治殿えあなたは 他年にわたり交通事故の防止及び交通安全思想の普及に尽くされ、その功績は誠に顕著であります。よって、これを表彰します。令和五年七月一日、内閣総理大臣岸田文雄。おめでとうございます。 受賞者はご着席ください次に学校安全部門の表彰を行います大分県立宇須支援学校殿鹿児島県市木久木野市立朝日小学校殿岐阜県江名市立江名東中学校殿高知県立山田特別支援学校殿 千葉県立銚子高等学校殿、はい、山形県南陽市立小木小学校殿、はい、以上を代表して大分県立臼杵支援学校殿。 表彰上、大分県立薄木支援学校との機構は、安全教育の推進及び安全思想の普及に尽くされ、その功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年7月1日、内閣総理大臣岸田文雄、おおめでとうございます。 受賞者はご着席ください。次に、産業安全部門の表彰を行います。荒井充殿、毛利元彦殿、以上を代表して荒井充殿、 表彰状、荒井充殿、あなたは多年にわたり、労働災害の防止および産業安全の向上に尽くされ、その功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年7月1日、内閣総理大臣、岸田文雄。おめでとうございます。 受賞者はご着席ください。次に火災予防部門の表彰を行います。瓜生卓男殿、はい、須佐美佐子殿、友藤藤子殿、一般財団法人愛知県消防設備安全協会殿、医療法人清和会殿、 ケイクビ町婦人防火クラブ殿、以上を代表して、瓜生拓夫殿。表彰状、瓜生拓夫殿、あなたは多年にわたり火災予防活動および火災予防思想の普及に尽くされ、 その功績は誠に顕著でありますよってこれを表彰します令和五年七月一日内閣総理大臣岸田文雄おめでとうございます受賞者はご着席ください続きまして岸田内閣総理大臣からご挨拶がございます 本日は安全功労者の受賞誠におめでとうございます7月1日は国民安全の日です事故や災害を防止するためには国民一人一人が生活のあらゆる面で安全に配慮し心がけていくことが大切です皆様は高齢者や 児童の交通事故の防止、海上交通の安全確保、学校での安全教育、労働災害の防止および産業安全の向上、地域の火災予防などに長年にわたり率先して取り組んでこられました。皆様のこれまでのご尽力に心より感謝を申し上げるとともに、 皆様の活動を支えていただいたご家族や多くの関係の皆様方に厚く御礼を申し上げます近年、交通事故により亡くなられた方の数は減少傾向にありますが子どもが犠牲となる痛ましい事故が発生しえまた、死亡事故に占める高齢者の割合が依然として 高くなっているなど交通事故情勢は依然として厳しいま状況にあります船舶事故海難人身事故も後を絶ちませんまた火災労働災害学校での事故などによっても多くのかけがえのない命が失われていますえこうした事件 事故を少しでも減らしていくためには、私たち一人一人が安全への配慮を常に心がけていかなければなりません。政府としましても、各界各層と連携しながら、さまざまな安全政策を強力に推進してまいりたいと考えております。皆様方におかれましても引き続き続 安全のための啓発をはじめ、それぞれの分野の活動に取り組んでいただき、なお一層のご尽力を賜りますよう、心からお願いいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。令和5年7月3日、内閣総理大臣岸田文雄、誠におめでとうございます。 続きまして受賞者を代表して須佐美佐子様から謝辞がございます受賞者の皆様はご起立願います本日は国民安全の日にちなみ私たちが安全功労者として内閣総理大臣表彰を受けましたことはこの上ない い栄誉であり光栄に思います私たちはそれぞれの分野で地域社会の安全を第一に考えて活動してまいりました今回の受賞は関係者の皆様のご指導とお力添えによるものと心から感謝もいしております今後とも一層地域社会の安全確保のためさらなる努力をしてまいりますことをここにお誓い申し上げ 受賞者一同を代表して、お礼の言葉とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。令和五年七月三日、受賞者代表須佐美佐子。皆様、ご着席ください。 岸田総理はおお席にお戻りください。以上をもちまして、令和5年安全功労者内閣総理大臣表彰式を終わります。